フェリックス・ホフマン、または、フェリックス・ホフマンは、スイスのグラフィックデザイナー、イラストレーター、アーティスト。アーラウの古い粉引き粉やバッチフィシーイのフレスコが、スイス・アール・ガウ州アーラウに生まれ、ステンドグラス、フレスコが、エッチングのほか、たくさんの絵本や自動図書、文学の挿絵を作成した。その中には、トーマス・マン作、魔の山の著者公認イラストも含まれる。 ホフマンの綴りは、ホフマンで、F と N は二つずつ。セダテージ翻訳による眠り姫をはじめとする、福音館の絵本では、フェリックス、つぐみのひげの王様など、ペンギン社の絵本と、フェリックス・ホフマンの世界では、フェリックスと表記されている。1911年、スイス・アールガウ州・アーラウに生まれる。1931年高校卒業後、バーゼルの美術学校を経て、 ドイツ、カールスルーへの修理立美術学校で、基本画とイラストを学び、ここで後に妻となる、グレーテルと出会い婚約する。1932年には、アーラウの出版社ザウアーレンダー社からの依頼で、子供の本の挿絵を描く仕事をしている。1933から34年、ベルリンの国、1935年、アーラウに帰郷し、アトリエを構えて、 作品の制作を行う傍ら、地元のアーラを私立中学校で教師として、週に数日、後には1日、美術を教える生活を始める。ホフマンの仕事は、挿絵、壁画、版画など多彩である。1938年には、友人の牧師から依頼されて、ルッパースビルの教会のステンドグラスを制作。このの他の教会や、 公共建築のステンドグラス制作にも携わるようになる。1936年に婚約者のグレーテルと結婚して一男三女に恵まれ、ホフマンは子供らにお話をしてやる役目を楽しみ、教師の仕事や作品制作の傍ら、我が子や孫への贈り物として手書きの絵本も折々に作成した。三女のために狼と七匹の小ヤギを描き、その後、次女のために 眠り姫を、長女には、ラプンツェル、末っ子の長男には、七羽のカラス、カズトメの孫に、腕利き四人兄弟、二人目の孫に、熊男という具合である。それらの絵本は当初は、家族の中だけで読まれるだけだったが、1949年のラプンツェルを皮切りに、他の絵本も泳おい,おい出版されていった。1960年と1962年に、 アンデルセン・オナーリスト賞を受賞している。日本では1963年の眠り姫をはじめとして、ホフマンの絵本の翻訳が福音館書店やペリカン社から出版されている。絵本研究の第一人者であったセダテージやその影響を受けた福音館書店の松井忠がホフマンを高く評価していたことは、日本でホフマンの絵本が広く長く読み継がれてきた。 一員であろう。ホフマン最後の絵本となったのは、松井氏の依頼で制作した、クリスマスの物語である。1975年、アーラウニテ死去。没後の1985年にはザ、ザウアーレンダー社から、ホフマン挿絵による、グリムス・キンダー、ウントハウスメルヒエン全3巻が刊行され、翌1986年から1988年に、 かけて、日本でも、大塚雄造による翻訳で、グリムの昔話全3巻として、福音館書店から出版された。ホフマン作のステンドグラスがある、教会保多数、フェリックス・ホフマン、デトラス・ピカティバ、アー、グアー・カンストハウス・アー・ラウ、サウ・アーランダー・バーラング・アー・ラウ19、1977 ISBN、ISBN3 から 794116372E、下放題など、 h t t p w w w f t l i x h o f f m a n c h スラッシュ、母の友1999年2月号、絵本を見る目187から197ページ、フェリックス・ホフマンの遺産、セダテージ、絵本論200から207ページ、ね、無理姫の構成。 松井ただし、絵本を見る目百八十七から百九十七ページ、フェリックス・ホフマンの遺産 http コロンスラッシュスラッシュ opac.ndl.go.jp スラッシュ reco rdit スラッ00シュ零零零零一九六五四七七スラッシュジャパン。ありがとうございます。